さて、ではギャンブルの内容に移りましょう。今回皆様に用意したギャンブルは2枚インディアンポーカー。それでは組分けを発表します。あんた絶対一緒になりたくないランク1位だよ。2年花組ジャバミユメコ、2年花組サオトメメアリ。サオトメさん、よろしくお願いしますね。マジかまずは参加費をお支払いください。このカードは確認したら場に伏せてください。これはご自分では見ずに頭の上に掲げてください。それでは親の木渡り様からどうぞ。さてどうすっか。最初から降りてもつまらねえ。ベッド木渡り1枚だ。ゴールつぼみ1枚。なかなかいいカードが出ましたね。ここはベッドでジャバミ1枚。やっと勝負に来たか。レイズだ木渡り2枚。レイスジャバミ3枚。あんた正気？お前正気か？コールだ木渡り2枚。マックスベッツ宣言終了です。手札の開示を。2、5。まあまあ強運だね。俺も奇遇ですね。私も運には自信があるんですよ。4、10のマークです。ジャバミ様の勝利です。やりました。やった。キャッチでは4ターン目参ります。親は早乙女様です。ユメ子の言う通り、いつかは勝負に行かなければならない。ベッド早乙女1枚。コール、木渡り1枚。コールド、コール、木渡り1枚。早乙女様、宣言はどうされますか？レイズ、早乙女3枚。バカかおめえ。5枚かけて勝ったユメ子の後ならこっちがビビって折れるってか。ここで俺が勝てばお前は残り2枚だ。するわけねえだろ。見えすいてんだよ家畜ども。早乙女、ユメ子、てめえらグルだろ。何らかの方法で自分の手が強えってことをユメ子から教えてもらってる。残念だったな。家畜のやることなんざ人間様にはお見通しなんだよ。ホールドだ。早乙女様の勝利です。乙女様の勝利です。ほらよ、ほらよ、200万獲得おめでとうございます。ちっさだぞ。目ざといね、あなた。あ、毎日悪いことばかりしてると悪意に敏感になるのかな。何にせよ勝負に出てよかった。これで弾ができた。何を言って。ジャバミ、チップは尽きた。これ以上ゲームを続けるか。何？スメラギさん。はい。いくらまで出せますか？スメラギさん、もうお金はないんですか？すみません、本当にこれ以上は出しようがないんです。大丈夫です、まだまだかけるものはたくさんありますから。人生ですよ。文字通り全てをかけましょう。スメラギさん、人生をかける？そんなことして、もし負けたら私、死ぬまで家畜、一生絞り取られる人生を送るでしょうね。それがどうした。ふざけたレイズが認められるわけないだろう。レイズを認める。はあ、貴
様、何を言ってるか分かっているのか。100億だと。そんな無茶苦茶な審判をする権限は貴様にはもちろんこの場にいる誰にもない。さて、どうかしら。いいだろう。俺の人生をかけます。俺の選択は強い順だ。エイトのスリーカード、どうぞご覧遊ばせ。これがスメラギさんのあなたへの見下り判です。あなたの範囲は一つ。私はあなたからってこと。たまみろ。違う、ありえない。こんなことはありえない。俺はこの女を倒し生徒会長になる。あなたはよく戦った。それが俺の価値。あなたで人生をかけるとは。そうでなければ俺は。まさかあなたにそんな胆力があったとはね。今回のギャンブルであなたという人間の魅力を全て知ることができたと思うの。違う。だから首を。